毎年毎年数を増やしていって、2020年には100回以上ぐらい、そして何十万人という方々が参加をして、そういった方々がですね、聖火ランナーの足元を作るようなフラワーカーペットができれば、これこそレガシーになってですね、都民皆さんのこう何十年後かの思い出になる。ピョンチャンが終わると東京大会の準備が加速する、加速させねばならないわけですけれども、こうやって、花でお客様をお迎えするというのは大変素晴らしいアイデアだと思っております。誰もが大好きなお花で、これからはまあ桜の季節ではありますけれども、こうやってインフィオラータで東京をきれいにして、そしておもてなしの心を世界へと発信してまいりましょう。